みなみのマイアミチャンネル。今年はあと何日かな。今年も残すところあと285日となりました。みなみです。マイアミではありません。マイクつけ忘れ事件が起きてテイク2という状態でございます。今テレビでね、人体についてやってますよ。キッドニーです。腎臓。今日はバイトの後に、ショーを見に行きますね。中村インディアさんのショー。私インディアさんの踊りをちゃんと見たことなくて、実は初めてなんで、ちょっと楽しみですね。今年はたくさんダンスを見に行きたい。見に行って、見に行くのがね、一番勉強だからっていうのはいつも常々思ってて、やっぱね、一応こう見えて先生の頭は持ってるわけですよ。先生としてどうあるべきかっていうか、なんか私が知りたいみたいなのがすごい強くて、でもね、いかんせん流されやすいんでね、この私、頑固っちゃ頑固なんだけど、流されやすいっちゃ流されやすいんで、そこをね、なんとかね、どうなるかなっていう感じではあるんですけれども、まあなるようになるでしょう。人間はね、明るくいた方がいいよ、やっぱり。暗くてもいいんだけど、暗くなりすぎるとやっぱりね、死滅する気がする。金みたいな、パン。いいんだよ、暗くて。暗くていいけど、それはやっぱり創作に行った方がいいね、それは。ということを、なんかこう、ここ数日思います。昨日の夜、すげえ暗くなったんですけど、やっぱなんか夜ってろくな考え浮かんでこないなっていうのは、なんとなく昨日思いましたね。まあ考えすぎってこともあるから、人間はね、頑張りましょう。ちょっと今日時間がないのでこの辺で失礼します。最近なんかこういうのばっかりなんですけど、許してちょんまげというわけで、皆さんお元気で。じゃあ、Habia una ni